神戸市立東、須磨小学校は、兵庫県神戸市須磨区堀池町一丁目にある市立、小学校。2019年9月、同小学校の男性教諭は、先輩教諭4人からの暴力行為やパワーハラスメントなどの触媒締めを受けて、精神的に不安定になり、療養中であることが報道された。男性教諭は、先輩教諭らから、他の女性職サトルへ、 性的なメッセージを送るよう強要されたり、男性教諭の車の上に乗られたり、その車内に飲み物をわざとこぼされたりした。他、物で叩く、プロレス技をかける、刺激物を食べさせる、目にすりつけるなどの暴行を受け、暴言も浴びせられた。神戸市教育委員会の調査によると、男性教諭は11日に兵庫県警に被害届を提出しており、これらを含め、 約50項目のいじめがあったと訴えている。同校の管理職は、神戸市教育委員会に対して、人間関係のトラブルなどと賠償化して報告したと、される。また、神戸市教育委員会の調査により、加害側の4人は他にも、同校の教諭3人にセクハラなどの行為をしていた、ことも判明した。この問題に対して、文部科学省の亀岡伊丹副大臣は、 神戸市教育委員会に対し原因究明の徹底と課外教諭の厳正な処分を求めた。これを受けて、神戸市教育委員会の長田厚市教育長は、教育行政に対する信頼を著しく失墜させたことを謝罪し、第三者委員会を設置して、事実関係を調査した上で、関係者を厳正に処分する方針を説明した。 2020年3月27日、神戸地方検察庁は、暴行や教養の疑いで、兵庫県警が書類送検した男女教諭4人について、2人が懲戒免職処分を受けるなど4人全員が、神戸市教育委員会から懲戒処分を受けていることから社会的制裁を受けているとして、不起訴処分としたことを発表した。ありがとうございます。